ナット・アダレーは、アメリカ合衆国のジャズコロネット奏者。本名ナサニール・アダレー。ファンキージャズを代表する奏者の一人。キャノンボール・アダレーという愛称で有名なサックス奏者、ジュリアン・エドウィン・アダレーの実定。フロリダ州生まれ。1954年、ライオネル・ハンプトン楽団での活動を経て、1955年に、兄・キャノンボールとバンドを結成するが成功には至らず。キャノンボールが、 マイルス・デイビスのバンドに加入したのに伴い、ナットも JJ ・ジョンソンのバンド、ウディハーマン楽団で活動する。1959年にキャノンボールが独立すると、再びキャノンボールのバンドに加入し、長きにわたって兄をサポートした。また、ナット自身もバンドリーダーとして、リバーサイドレコードと契約。ウェス・モンゴメリーや、ボビー・ティモンズ、サム・ジョーンズを従えて制作したアルバム。 ワークソングは、ナットの代表作として知られる。とりわけ、自作曲である、タイトル曲は、ゴスペルの手法を取り入れた、ファンキージャズの代表的楽曲の一つで、キャノンボールのバンドでも重要なレパートリーとなった。1960年には、キング・カーティスのアルバム、ソウル・ミーティングにも参加。1963年7月、キャノンボールのバンドのメンバーとして初来日。兄。 キャノンボールとの兄弟仲の良さは、ミュージシャン仲間でも有名なほどであっただけに、1975年にキャノンボールが他界すると、あまりのショックで、ットも一時活動停止してしまう。しかし翌年には立ち直り、アダレイ・ブラザーフトを結成。その後も、ロン・カーアッターや、ジョニー・グリフィン等、様々なミュージシャンと共演。2000年、フロリダ州レイクランドの自宅で亡くなる。 リーダーアルバムキャノンボールは誰へ名義ありがとうございます。